四日市トンテキの参考画像四日市トンテキは、三重県四日市市の名物料理として知られる、豚肉のステーキである。ウスターソースなどを使って作った黒身を帯びたソースを、分厚く切った豚肉のソテーに絡めたスタミナ料理の、一つである。グローブ焼き、または、グローブという故障を用いることもある。この、グローブ焼きという名称は、豚肉を食べやすくするため、 手のひらの形に切れ込みを入れていることに由来する。第二次世界大戦後の昭和戦後期にトンテキ、料理が始まったものとされている。発祥は、四日市市内の中華料理店、来る来たる県である。トンテキは、同店の看板メニューであったが、当時は、四日市名物と言えるほどには普及していなかった。小成長に、本店、富田にもあったが閉店。今あるのは、 直径の店舗ではない。2005年秋に、四日市市職員の研修会で、豚肉のステーキに光を当てようと四日市大学の小林慶太郎准教授が発案したことが、ご当地グルメとして PR していくきっかけとなった。2008年には、四日市豚ん的協会を設立し、と、運的マップを作成するなどして、本格的な広報活動を開始した。 協会の初代会長には発案者の小林淳教授が就任している。また、名古屋、酒や東京、渋谷など、四日市市街にも、四日市トンテキを出す店舗が進出し始めている。同じく、四日市市内のバンコ焼きとして、生産数が多い、かやり豚とトンテキをモチーフとした、マスコットキャラクター、テキブは二千八年十一月一日に発表された。 2010年4月に正会員として IB リーグに認められ同年9月の B-1 グランプリに三重県から初参加している同年6月には任意団体から一般社団法人として登録法人格を取得している同協会はこの料理を四日市名物として四日市市を売り込むツールにしていきたいとしている2013年11月に 愛知県豊川市で開催された B-1 グランプリイン豊川大会では10位に入賞している。なお、同協会は母体が四日市市職員の研修会ではあるが、四日市市役所の関わりや援助は一切ない。味付けや肉質は各店舗によって異なるが、四日市とん協会は四日市のトンてを次のように定義している。 黒っぽい濃い味のソースはつぎりの豚ロース肉を、塩ニンニクが添えられている、千切りキャベツの付け合わせ。ありがとうございます。